ジェレミー・ポール・ライトは2018年から2019年までデジタル、文化、メディア、スポーツ大臣を務めたイギリスの弁護士であり、政治家である。保守党に所属し、2010年からケニルワース&サザ、無選挙区選出庶民議員を務めている。ライトは2005年に初めて次回の総選挙には廃止されることになるラグビー&ケニルワース選挙区から議員に選出された。ライトはサマセット州トーントン生まれ。彼の両親は両方とも教師であり、彼にはイギリス海軍の司令官を務めた兄弟がいます。ライトはニューヨーク市のトーントンスクールとトリニティスクールの2つの独立した学校で教育を受けた後、エクセター大学で法学士号を取得。1996年に内宮の法廷に召集され、2005年に議会に選出されるまでミッドランドの刑法に特化した。彼はバーミンガムのNo.5チェンバーズのメンバーであり続けていますが、2013年5月の時点で正式に被実践者としてリストされている。ライトは2005年の総選挙で最初に議会に選出された時、1997年の総選挙以来選挙区を代表していた現職の労働党議員、アンディ・キングからラグビーとケニルワースの議席を獲得した。2010年の選挙で、彼は新しく作成されたケニルワースとサザムの選挙区を維持し、過半数を 12,552 に増やした。2007年7月、ライトは野党ホイップとして任命され、2010年から2012年まで政府のホイップを務め、財務省長官の職を務めた。2005年から2007年まで憲法問題選択委員会のメンバーを務めた。2012年9月、ライトは法務省の議会下院長官に任命された。彼の具体的な責任は、刑務省及びリハビリテーション大臣としてでし2014年7月15日には、司法長官に任命され、ドミニク・グリーブに代わった。この役割のために、彼は女王の顧問に任命された。ありがとうございます。